はいどうもお茶です。今日は本当会員の番なんですけど、芯を使いたい気分なので、ね、今日は芯を使わせてくださいということで、相手19段のソルですね。勝率見る限り50敗以上ある方なんで、まあ有利キャラといえどね、ここは油断せずいっていきましょう。さあこれは角ってのは演出読みでやったんかな。さあこれでこのダメージである。しっかりやって、さあここは様子見。あ、バカ赤キャンでダメージ伸ばして画面端に運んでくる。さあでもダメはないぞ。からのボルカ読みでやってきませんと、ここちょっとディレイかけて、あー赤キャンできなかった。今のキャンセルしたら勝ってましたね。さあバースト読んでいる。バカふざけんな。よし、ここは引きキャンでね、有利取りつつJS でやるって感じで、まあ、とりあえずの危険ですね。何かやってきたら、まあ、暴れたら勝てるだろう的なね。おお、しっかり対空している。勝利出ません。これ痛いんで、あ、やべ、これはミスっている。おっ、当たってない、もったいなかった。あ、ライオットで暴れるなこの人。バー、画面走ったらそれはライオットだよな。あ、今のあれですね。リボルバーを、立ち直がしなかったのが悪いですね。あれ、マジか。さあボルカ来るか。もうしっかり出す、当たっている。誤爆したかったけどできないで、肉食ってなんか来そう、来てこない。この人全然暴れないね。いや今のピークで赤キャンだったら殺しきってたかな。このキキャン最強。とりあえず様子見でキキャン置いとくのかなり強いですねこれね。はい、ということで、勝っていきました。開幕前パンで半分以上削れるからな、ちょっと様子見しとこうか。これ投げかくってた、甘えた今。バカ俺、甘えた。さあここはバース開かせる。あー、これピークにね、これグリーンが噛み合うとえらいことになるんですよね。でもね、ピークってガンフレ潰したりできるからすっごい強いんですよ。読みになっちゃいますね、だからここら辺ね。ダブルアップ来そう、来ない。くっそファジージャンプしてたんだけど失敗してえらいことになりましたということで、ここはしっかりバーストゲージ削りつつブリッツってことですね。まあ言うてそんな削れないんですけどね。開幕マイパン振ってこないから多分演出で OK。 OK、 くっそー。あーバカ、ここでバースト使う。今コンボ繋がってなかった。さあブリンがまだ当たっていく。ダメだな、立ち回りでブリンが多いからピーク生み出してんのかな。負けてんだよな立ち回りな。よし、これピヨンじゃね、殺し切りか。殺し切りではなさそうだが、これ立ち回りでブリンがやってきそうなんで、やってこない。よっそ、怖いブリンガーが。あ、ガフレで削れた。どうすればいいんだろう。遠距離ピークやってるからブリンガー食らうんだから、もっと近づいてやればいいのかな。エンスとかエルクとかでもいいし。うお、危ね、何に刺さった今。エンスかな多分、ブリンガーかな。リバサで今ブリンガー食ったぞ。さあ読んでいる、それは読んでいる。これ一番痛い前入るから、なんで投げかけてる。ビヨっている。え、やった、何やってんだ俺、これ痛えぞ。耐えろ、投げられる。
バーサー来たくない。死ね、くそ。危ねえ。とっさに死ねってことが出ちゃったけど、まあまあここはね、バーサー開かずに。よかったよかった。開幕演出でどうだ。うわマジか、なんだそれは。今マイパン吹きましたね。危ない危ない。昇竜以外の暴れだったな。来た、どうだ。同じことやってるぞ、スプリンガー。どこ飛んでんねん。こっちが飛んでよかった。あ、時速投げ、うっそ。なんかうまく噛み合うな。俺がワンパすぎんのかな。いつもここでピーク打ってるけど今振って正解だった。さあ耐久していく、しっかりしている。さあどうだ、ブリンが来るか。あーラストぐらい立とうぜ俺。ラスト立ったら簡単だぞ多分。しっかり我慢したね今ね。あーやってくるよな、なんか甘いな、甘い甘い行動が多すぎる。演出さあ何こう、何も来ないだろ。これも投げが食ってましたね。うわバカ、何か来る。ハフか、すごい攻めっ気のある方だな。この先からハフに合わせて昇竜っていうのがすごい機能してるから、オッケー、これ勝った。バーストもある。バカ何やってんの。あーもうバーカクレーム勝ったじゃん。うっそーアホだ。今のあれですね、前ハイやんないで立ちハイバーカクで勝ってましたね。いや甘いなこういうとこがやっぱり。はい、ということで、今日はねこんな感じの動画になりました。では失礼します。